こいつ。よく見た、江戸天使の体じゃねえ。そうだ、俺はもう死者ではない。どういうことだ、どうやって生き返った。これについてはオッドに感謝しなければならないな。まさかお前、ナガトの時の術をオビトに。まあ、それも俺の計画のうちだって。てめえ。さて、そろそろお前には眠ってもらう。美獣モロトモだ。美獣のみんなはやっと自由になれたんだ。二度とてめえなんかに捕まえさせやしねえ。畜生と友達気分か。おめでたいやつ。なるほど、やはりお前は普通の人中力ではないな。まあ、柱間細胞を持つ俺には多少の傷など無意味だろうな。生き返っても同じさ。すぐにあの世に送り返してやる。追い詰めたってばよ。今だ。これで全ての美獣が揃ったわけだ。次は…ナルト！シオンが…美獣を抜かれてしまったのだ。え？ナルトは今、死の淵にいる。だが、まだ助かる。すぐに四代目の元に向かえ。奴の中にも九尾がいる。でも二代目様は。わしはあいつを引きつけておく。行け、残された時間は少ない。お願いします。ナルトのガキをどうする気だ。美獣を抜かれた今、何をやっても助からんぞ。それでも助ければならんのだ。ナルトは忍びたちの希望だ。
私もそう思っている。変わったな。昔はもっと非情だと思っていた。全ては里のため、里を生かすため、非情に徹していたのみ。生を受けたことがあんたの仇となる。江戸天聖のままが良かったと悔やみながら行け。さて、お前は数少ないウチェタの生き残りだ。どうだ、この俺と組む気はないか。勘違いするな。お前は死んだ人間だ。まあいい。どの道お前に残された時間は少ないぞ。ナルトとは違い、頭を使っての行動が得意のようだな、サスケ。それでいい。ウチハは交渉に戦うぞ。お前は生き返ってまで何を望む。わしらの時代はとうに終わっている。柱間の成し得なかった国づくりを変わってやるだけだ。だがこの世界は失敗した前任者柱間のものだ。死にかけの患者には荒療治が必要だ。それが無限つくよみだってのか。そうだ、それこそ俺の望む本当の世界。犠牲のない世界。なるほど。お前の描く世界に全くの理解がないわけではない。だがそれはお前の出しゃばるべき夢ではない。やはり貴様とは意見が合わないな。扉は。逃げられると思うな。やった。消えろ、古き時代とともに。燃え尽きろ。言ったはずだ、旧時代の遺物。終わりだ。気をつけろ、奴は何かを狙って。なんだ今のは。この世界はいわば柱間の矛盾した世界だ。何かを守るためには何かを犠牲にしてしまう。くそ、これは。たとえそれが友であろうと、兄弟であろうと、我が子であろう、時間は十分にやっただろう。残念だ。力か。
どうしたの？サスケのチャクラが。あんたは強い。あんたは負けない。あんたは行くって言ってんだろ。ちょっと待ってよ。行くってどこにさ。サスケんとこだよ。早くしねえと間に合わねえだろうが。死なせない。絶対に絶対に死なせるもんか。終わりだ。気をつけろ。奴は何かを狙って。なんだ今のは。この世界はいわば柱間の矛盾した世界だ。何かを守るためには何かを犠牲にしてしまう。くそ、これは。たとえそれが友であろうと、兄弟であろうと。死へと歩むナルトとサスケ、うつつと黄泉の合間、そこで二人が見たもの、そして時は急転する。辞書、決戦の章。違うな。俺の意志はお前ではない。俺の意志は。あんたは強い。あんたは負けない。将来の夢は火影を越す。仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。ナルト、俺はお前とも戦いたい。サスケ君を連れ戻して。お前は一体何なんだ。賢いってのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。お前を弟子にしてよかったわい。なんで俺にそこまでこだわる。仲間を忘れるな。あなたを愛してる。私と一緒に立とう、ナルト君。まっすぐ、自分の言葉は曲げない。私も。それが人道だから。
はず。この左目の回収が済んだらこんなもの捨ててやるよ。左目を渡せばマダラがさらに厄介になる。ならそんなことさせるはずないだろう。カカシ、奴はクロゼスという名前以外実はほとんど情報が手に入っていません。ただオビトとマダラの配下としていろいろと暗躍していたようです。だがここに来てオビトを裏切った。ええ、つまり奴は元からマダラしか主と認めていなかったのでしょう。カカシ先生、サクラ、一体どう、ナルト、ナルトの中のキュービが抜き取られて、このままじゃ。だから四代目様、あなたの、俺のキュービを与えればナルトは助かるんだね。はい、大丈夫、すぐに助けてあげるよ。状態でまだ自我を戻してくるとは。まだ俺は眠っていられない。あんたに話がある。俺に？ここに来て一体何の話をする？あんたにとって俺は何だ？今さらくだらないことを。お前は俺にとって他でもない、まだだ。この世界を否定する存在がマダラ。その思想を胸に行動し無限つくよみの計画を狙う者は全てマダラでしかない。お前は目的達成のためにマダラとして天寿を全うするはずだった。この世界を救った救世主としてな。お前も理解したはずだ。陸道仙人が示したこの世界は失敗した。陸道仙人の行いは人の矛盾を助長したに過ぎ、チャクラの争いを生み、まやかしの希望を生むだけだった。俺もお前たちも平和を追い求めると同時に争いを求めてきた現実がある。この現実はチャクラという力によって無限の苦しみを強いられている。だから俺は新たな世界を作る。無限つくよみにより忌まわしきチャクラなき夢の世界を作るのだ。最後にして、最強のチャクラを持つこの俺が導く。そしてお前は俺そのものだ。オビトではない。こっちへ来い。まだだよ。今日からお前が救世主だ。今でもお前は救世主のはずだ。くっ、
痛えの我慢してみんなの前を歩いてる奴のことだ。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。ある忍びがこの無知な俺に教えてくれたのだ。人を導く者は己の死体をまたがれることがあっても仲間の死体をまたいだりはしないらしい。俺はもうあんたにまたがれることもない。己の名を語らせ他人に全てを任せることは仲間に託すこととは違うと今ならわかる。俺はあんたじゃない。俺はそう、今の俺は火影を語りたかった。もうわかっただろ。お前は内葉尾人だ。これは時空間に運べ。そういうことか。迂闊に飛ぼうとすればその隙を狙われるか。何を企んでいるかと思えば、まさか俺の中の美獣を狙っていたとはな。ナルトを助ける気か。だが俺から引き抜けたのは1尾と8尾の切れ端だけ。そして今のお前では時空間には飛ぶことはできない。この俺がいるから結局お前は何もなすことはできない。今のお前は無力な忍びにすぎない。俺一人だったらな。かつてあんたが教えてくれたはずだ。シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものとな。二つのシャリンガンが揃った俺たちは強い。それこそ固めのリンネガンしかないあんたよりもな。目的はシンプルだ。俺がナルトの元へ飛ぶ時間を稼ぐ。それだけだ。分かった。それでナルトは助かるな。ここからは俺がメインで。お前はバックアップだ、カカシ。久方ぶりのツーマンセルだな。しくじるなよ、オビト。行くぞ。お前。